へえ、本当に街がフェイクスイーツでできてる。実際に道路に立つと迫力に圧倒されるね。自分がゲームのキャラクターになったみたいだ。実を言うと、甘いものはあんまり得意じゃないから、仕事内容を聞いた時は少し不安もあったんだけど、そんな心配はいらなかったな。4階建てのクッキータワーに蜂蜜の噴水、子供に戻ったみたいにワクワクしちゃうよ。次はどんなスイーツの姿を見せてくれるんだろうって。そうだな、俺がこの町に住むならあんな家がいい。飴細工の彫刻がゴージャスだし、スパイシーなプレッツェルが添えられてるのが最高にクールだ。お菓子にだって刺激がなくちゃね。とろけるような甘さの奥に隠れた情熱をみんなに届けよう。そのためにもう少しこの街を冒険してこようかな。本格的なショップもいいけど、カフェで軽いものを買ってスイーツタウン内で食べ歩きするのはどう？俺が案内してあげる。おいでよ。甘いスイーツにぴったりなピュアなドリンクもあるし、世界のお菓子を楽しめるところもある。そう、例えば、はい、どうぞ。小さくてキュートでしょ。丸いクッキーの間にチョコレートがこっそり隠れてる。秘密にしたい気持ちみたいにね。これはね、バーチディダーマ、貴婦人のキスっていう意味なんだ。俺がこの街の中で選んだ君にぴったりなお菓子。小さくて可愛いけどしっかり甘いんだよ。さ、レディー、口を開けて。俺のキスも君にあげる。